日本中部地方静岡県静岡市市内を走る、静岡鉄道静岡市は、静岡県の中部に位置する市、静岡県の県庁所在地で、政令指定都市である。同県浜松市とともに、全国5位の規模を有する静岡、浜松大都市圏の中心都市として機能している。東京と名古屋の太平洋、ベルト地帯上のほぼ中間に位置し、 静岡県の東西間でも、ほぼ中央にある。青井区、駿河区、清水区の3区で構成されていて、範囲は、駿河湾から日本平、静岡平野や清水平野を経て、赤石山脈の県境まで南北に繋がる。気候は、非常に温暖穏やかで雪がほとんど降らず、一年を通して晴れ間が広がる。旧静岡市と旧清水市の新設合併により、 2003年4月1日に設置され、2005年4月1日に全国14番亀目の政令指定都市に移行した。市政施行日は全国の政令指定都市の中で最も新しい。人口、面積ともに、県内では浜松市に次第2位。ピーク時の人口は約74万人であったが、近年の急激な人口減少により、 2020年現在、政令指定都市の中で人口は最も少ない。市内には約4万の事業所が置かれ、年間商品販売額では3兆円を超えるなど、静岡県中部地区における商業都市、ビジネス都市として機能している。静岡駅から駿府城周辺にかけてを核とした静岡都心のほか、清水副都心、東、静岡、 草薙副都心と3つの都心エリアが存在し、超高層ビルや商業施設、タワーマンションの建設が進んでいる。世界遺産に指定された、三保の松原や駿府城、清水港、静岡浅間神社、久能山東照宮、トロ遺跡、奥地津など多くの観光資源を有し、大道芸、ワールドカップイン、静岡や静岡祭りなど、 毎年100万人超の参加者が集まる大規模イベントが開催されるなど県内随一の観光都市でもあり、年間約2500万人の観光客が訪れる。駿府城周辺地域は駿府と呼ばれ、江戸時代初期の大御所政治では実質的な首都として機能し、江戸情報に並ぶ大都市であった。金山明音寺より静岡平野園系の夕景を撮影。 平野部は人口密度が非常に高く高度に都市化されている。1969年までの旧安倍組域、九州合併等により全国で5番目に大きい面積を要すが森林面積が地域の約80%と全県庁所在地及び、政令市の中で最も高く人口の約98%が市面積の8%に満たない。 主街地に集積し、高密度な都市を形成している。一方、南海トラフ巨大地震による建物倒壊の懸念から、市内マンション化率は、精霊市で最も低い。そのため地価が高騰する傾向にあり、バブル景気以前の工事地価は、横浜市や神戸市など一部の旧六大都市より高く、バブル期の静岡銀行の貸ししぶりや、人口減少等により、 停滞状態にある現在でも、札幌市や千葉市など一部の地方中枢都市や、首都圏の大都市を抜き後発生令市では、トップクラスに高い。寸布政権時の寸布96が、町の町割りにより、中心市街地の道路幅が狭い傾向にある。市面積の大半は、奥静岡より構成される。北部赤石山脈のほか、日本大静畑山、谷津山。 ヤワタ山など市街地にも多くの山が存在する。平成21年3月27日、国により、中心市街地活性化基本計画が未区に認定された。静岡市中心部周辺の空中写真。1988年撮影の15枚を、合成作成等端、西端、南端,北端市、を負担し、 役所人口重心静岡市の工房国土地理院の全国都道府県市区町村別面積庁によると静岡市の面積は1411.9平方キロメートルである静岡県市区町村の役所役場及び東西南北探検の経度井戸によると静岡市の工房は以下の通りまた我が国の人口重心平成27年国勢調査結果から マイナスによる人口重心も平気する。温暖かつ穏やかな気候で知られる。三方を山に囲まれ、南は駿河湾に接している。平野部に人口が集中しており、残り地域の大半は非果樹の山林である。糸井川静岡構造線上に位置しており、急峻な山や急流が目立つ。山地河川湖降小温暖な太平洋側気候である。夏は、 暑さが厳しく、南アルプスからの北風によるフェーン現象で最高気温が摂氏39度前後に達することもある。冬は1月の平均気温が摂氏6.7度と、九州や四国の県庁所在地に匹敵する温暖差である。南岸低気圧では太平洋から暖気が入るため、関東平野や濃尾平野が大雪の際にも基本的に雨になる。 そのため1センチメートル以上の積雪は非常に稀で、本土の中でも最も雪の積もりにくい地域の一つである。冬型の気圧配置下では、にわか雪が見られる。北部の南アルプス南霊に接する井川は、豪雪地帯対策特別措置法に基づく、豪雪地帯に指定されている。静岡清水以下川気象観測地点令和2年10月1日時点での、 国勢調査速報値は六十九万三千七百五十九人であり、同県の同じく政令指定都市の浜松市よりも少なく、政令指定都市では最小となっている。近年、静岡市の人口は減少傾向となっており、二千十七年四月一日、現在の推計人口が六十九万九千四百二十一人となって以降、現在に至るまで、 推計人口70万人を下回り続けている。住民基本台帳人口は2019年4月に699,946人となったが5月6月は70万人を回復した。しかし7月に699,794人となって以降現在に至るまで70万人を下回り続けている。 政令指定都市の事実上の人口要件を満たさなくなっているが、総務省は政令市の指定取り消しはないとしている。人口減少の要因としてなどが挙げられ、藤枝市など近隣自治体へのドーナツ化減少や東京圏や中京圏への人口流出が加速している。一方、高齢化は限定的である。1930年頃の清水市及び、 静岡市の地図。市内の町屋座名については、静岡市の町名の変遷を参照のこと。現在の静岡市域における1893年当時の、静岡市及び周辺町村。市政施行時の旧静岡市旧静岡市旧清水市旧、神原町旧由井町市長静岡市は、行政組織に極勢を採用している。なお合併から、 政令指定都市以降までは部生を採用していた。視聴者東静岡駅から富士山を望む。この画像で言えば、どこも東海静岡ビルの奥が新しい事務所の建設予定地だった。行政区2005年4月1日の政令指定都市以降に伴い3つの行政区が設置された。行政区の数は政令指定都市の中では、 相模原市と並んで最も少ない。これは従来の行政管轄や地域流動をそのまま移行させ移行による混乱を最小限に抑えるためであること、コスト面、サービス面でバランスが良い一行政区あたり20万人前後という適正人口目安に沿うように設定しているからである。市内中心部では東海道本線の山側がおね 青い区、海側がおおむねする区所属だが、JR 東海静岡支社と静岡駅敷地内は、青い区となっている。2006年12月22日、それぞれの区をイメージした、区のイメージカラーロゴマークが制定された。政令指定都市移行直後、初代市長、小島善吉は、都市の発展に合わせる形での行政区増設を示唆したが、現状では、 難しいとの判断で凍結。市議会の中では、長田区、日本大落等の提案がある。また現状では、青い区の区域面積が非常に広大であるため、山間部地域から区役所までの距離が非常に離れているなど、行政サービス上の問題が残存したままとなっている。市長合併の経過現在の静岡市は、旧静岡市と旧清水市の新設合併により、 2003年4月に発足した。市の名称については、合併の際の合併協議会の多数決により、静岡市となった。したがって、現在の静岡市は、制度上は、旧静岡市とは別の自治体である。同様の例は数多くあり、県内では、岩田市、掛川市、袋井市や島田市等が挙げられる。2005年4月1日には、 埼玉市に続いて、全国で14番が目の政令指定都市に移行した。2006年3月31日には、神原町を編入し、これによって、飛び地が発生した。これは、同じく、伊原郡由比町では、現在の静岡市との合併が議会で否決され、藤川町では、合併相手として、現在の静岡市ではなく、もともと経済圏である、富士市を選んだ。 ただし、由井町では、住民投票で、合併賛成派が多数となった。2007年4月22日の由井町長選挙では、合併推進の現職が当選、町議会議員選挙でも合併推進派が過半数となった。これに伴い、5月1日の由井町議会で、5月14日から、合併推進室を設置することが可決された。 これに基づき、静岡市、由井町合併協議会を再度設置して協議が進められ、2008年11月1日に合併することで双方が合意した。12月5日に合併調印式を開催。2008年11月1日には、由井町を編入し、飛び地を解消した。市政権制国政この他に、大口全徳、公明党、 比例単独が同市に在住している。静岡県立美術館ロダン館、手前の作品は、考える人2015年、オマハとの姉妹都市提携50周年を記念して、同市から、静岡市に送られた陶製のたぬき像。金子純作。海外日本国内領事館富士山と静岡市、平野部の夜景朝鮮岸から望む静岡駅。 周辺しずき山の茶畑。静岡市青区久能山から久能地区を見下ろす。白い建物のほとんどがビニールハウスである。2016年2月撮影。青区郊外の安倍川上流の地区は日本で緑茶栽培業が起こった土地でもある。これ以降、安倍川上流の郊外部では緑茶栽培業が盛んになり、江戸時代には 徳川将軍家に献上する御用茶の栽培が行われた。北原白州作詞の茶っ切り節は地元鉄道会社のコマーシャルソングとして作られたが、今では茶どころ静岡の新民謡と言える。また、わさび栽培業の発祥地は安倍奥の宇都議地区とされる。また、足窪地区は静岡茶発祥の地を称している。しかし、近年では、 観光来客数の減少や人口減少による後継者不足により、市内農業は衰退傾向にある。清水区神原にある、伊原日経科学工業日本三大美港の一つである、清水港清水港臨海地帯を中心に、軍需工場の経譜を引く、大企業や戦後建設された工場等様々な製造業が立地している。そのため、 清水の工業生産工は一時喧嘩一を誇ったが、産業構造の変化によりその地位を失った。しかし、近年は一時の停滞期を脱し,し、生産工は微増に転じている。静岡駅周辺は、大型店や商店街、公共施設や鉄道駅の間に、有効的な回遊性、回廊性を持っており、効率的に集積した構造の商業地区となっている。 大規模小売店舗立地法になってからは、企業私有地の有効活用などで徐々に増えてきたが、もともと平野部の人口密度が高く、安価で大規模な開発用地が残されていないため、店舗面積3万平米を超えるような大型ショッピングセンターは2013年4月の MARK's 静岡開業までなかった。他方、旧静岡地区全体の商業販売港の 減少率は、郊外店舗が展開する、近隣地域より大きく、今後に課題を残している。繁華街静岡都心、清水福都心を中心に、大きく分けて十個の繁華街エリアが存在する。主な商業施設日本系金属カンバラ、製造所国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成静岡大学静岡、 県立大学トコ大学静岡草薙キャンパス小、中学校給食私立小中学校は、全校給食を実施。自項調理を行う、公術の学校以外は、私立の学校給食センターで一括製造。青井区の梅毛島小中学校、清水区の小学校、神原中学校では、自項調理。 公共用ヘリポートとして、青いく諏訪に静岡ヘリポートがある。他の空港等との定期便はない。他には、航空法上の飛行場ではないものの、清水区美保に、美保場外離着陸場、清水区神原に、藤川場外離着陸場があり、主に、ゼネラルアビエーションに利用されている。市中心部東西を横断するように鉄道網が、張り巡らされており、日中、 東海道線6から7本 H、静岡清水線9から15本 H と高頻度運転を行う。なお現在 LRT が計画されている。LRT 導入を促進する複数の市民団体が発足され、超党派の市議会議員を迎えて実現に向けた活動を行っており、静岡市長の2009年度施政方針に盛り込まれたほか、 同年度静岡市の予算案に、路面電車の路線策定、調査等の予算が、静岡市議会で議決された。2011年9月には、静岡市と静岡鉄道、静岡商工会議所の3社により、LRT 導入検討委員会が正式に発足している。市内南北の鉄道路線空白地域を保管する。 形で、路線バス網が整備されており、日中8から28本、H と高頻度運転を行う。運行経路、停留所などの詳細は、バス事業者記事、バス営業所記事、路線記事を参照。国道1号、52号は市内すべて指定区間、その他は、非指定区間である。また、焼津市とを結ぶ、国道150号新日本坂トンネルは、 やえずしない部分についても、平成20年度より、静岡市が管理している。国際拠点公案に指定されている。かつて、えじり漁港、沖津漁港は、漁港漁場整備法の第一種漁港に指定され、漁港区域ではあるが沿岸部の埋め立て等により、漁港施設はなく廃止手続きが行われた。標高3000メートル以上の山岳地帯から、 駿河湾岸に至る起伏に富んだ地形のため、市内には多くの継承地がある。清水区清水寺と東海道本線青井区駿河区、駿府城公園にある、わさびつけ発祥の地の石踏みは、五郎もフーズの、清水もつかれい館、歌川広重、東海道五十三時、マリコに描かれたマリコ塾のトロロ汁や藤川の河川敷にある桜えび。 星場サッカー清水エスパルスのホームゲームの、様子。清水地域は、J リーグ清水エスパルスのホームタウンであり、小学生サッカークラブ発祥の地でもある。1970年代から約20年の間に、旧清水市内の高校は、選手権、優勝5回、準優勝4回、高校総体優勝8回、準優勝2回の成績を残している。エスパルスの S は静岡及び、 清水の頭文字である。ホームスタジアムは清水区にある IAI スタジアム日本平野球プロ野球の球団は存在しないが、横浜ベイスターズは旧太陽時代に静岡くさなぎ球場で春季キャンプを行っていた。また、同球団で選手、監督を務めた山下大輔は清水東高等学校出身である。静岡くさなぎ球場は 県内の中心的球場で全国高等学校野球選手権静岡大会の会場である。2006年までは毎年11月にパリーグ東西大校が同球場で行われていたほか、かつては横浜 DNA 主催の公式戦、交流戦が年2試合程度行われていた。読売ジャイアンツや東北楽天ゴールデンイーグルスのオープン戦や イースタンリーグ戦も開催されている。日米野球が行われたことがあり、沢村栄治が、ベーブルースラアメリカチーム相手に急三振を取ったというエピソードがあり、球場ゲート前に、その対戦を再現した銅像が立っている。2012年、プロ野球球団創設に向けての新部署設置と予算計上することが報道された。高校野球では、 静岡高校の選手権優勝や静岡商業高校の選抜優勝などがある。社会人野球では、クラブチームの静岡公式野球クラブが活動している。1991年に全日本クラブ野球選手権大会を制覇した。バスケットボール W リーグにシャンソン V マジックが存在する。 1980年代から90年代にかけて、日本リーグ、W リーグで優勝を果たすなど黄金時代を築いた。2018年、プロバスケットボールの B リーグを目指す男子のクラブチームが、静岡市に創設された。名称は、ベルテックス静岡。2019から20年のシーズンより、B3 リーグに参入予定。 その他のスポーツ1900年に作られた鉄道商歌第一週東海道編に静岡市が登場する歌詞は下記の通りである。固定電話の主外曲版は054である。NTT 西日本の一般加入電話の場合、番号帯はいずれも主に青いくと駿河区は200番台、650番台、清水区は300番台、焼津市、 藤枝市は600番台を使用している。1990年9月9日、静岡 MA に藤枝 MA が編入され、三市二町で市内通話となった。同時に市外局番が054に統一される。2003年の生成合併当時は、旧静岡市域、市谷西二町が054、旧清水市域が0543と、同一市内でも2つの市外局番があり、 単位料金区域も054位は静岡 MA、0543は清水 MA と市外局番ごとに異なっていた。このため、旧静岡市域と旧清水市域の相互間は市外通話となっていた。このため、2007年2月1日に静岡 MA に編入され、市内通話となった。市外局番も054に統合された。ありがとうございます。